ちは、プロスノーボーダーの内山美恵です。今日はココカンパニーでイベント、その名もウミヨガ来ましたよ。いつも PM 大人ヨガ、 AM 大人ヨガで仙台でヨガスクールを千佳先生に頼んでやらせていただいてるんですけど、今日は宮城の七ヶ浜、小豚浜の方でみんなでヨガ行ってみたいと思います。みんなの準備が整いまして、海ヨガがスタートです。今は千佳先生と一緒にヨガスクールやってもらってるんですけど、私千佳先生のヨガを受けるまでヨガ自体をもう全く別のものって勘違いしてました。何度かフィットネスクラブとかでヨガやったことはあったんですけど、もうただの健康体操みたいなイメージだったんですけど、それが全然違くて、ヨガはもうスポーツ選手にもいいし、ちょっと疲れちゃったな、心が疲れちゃったなって方なんかもすごいこう癒しになるんですよね。メンタルがすごい楽になったりとか、その自分自身を知ったり自分の状態を知るみたいな感じがもうすごくよくて、もうぜひね、仙台にいる方でしたらヨガやったことない人、ヨガにあんまりいいイメージがない人、もうガラッと変わるので、それでね、あの男性の方とかも結構来ていただいてるので、ぜひぜひあの機会があればぜひ受けてもらいたいなって思います。ゆったりとした動きで自分の体の状態に気づく。他のヨガはもうこのポーズをして、はい次このポーズをしてって、もうついていくのがやっとになるんですけど、ここはもう自分との会話なので、ポーズを取った後にほっとした感覚とか、そういう自分の中のこう、あーくつろぐみたいな感覚をじわーっと感じるんですよね。よかったらご一緒に波の感覚と風の音、はい、ゆっくりと聞いてもらいたいなと思います。千佳先生ありがとうございました。一緒にヨガしてくださりありがとうございます。ご参加くださった皆さんありがとうございます。また一緒にヨガやりましょうね。海ヨガ楽しかったです。終わりました。そして行ける方で、これからはこちら海のすぐ目の前にあるカフェでみんなでランチ食べたいと思います。場所はここシーソーさん。みんなと食事ができてすっごく楽しかったです。先生の千佳さんとお話できる
感がかっこよかったです。すごく勉強になります。はい、というわけでお腹もいっぱいになったし、無事に今回のココカンパニーのイベント海ヨガ終了しました。ご参加くださった皆さん、本当に楽しい時間でした。ありがとうございます。またね、ココカンパニーではこれから地引き網イベントとか釣りイベントもそうだし、もういろんな、冬はスノーボードだし、遊びのいろんなプランを練ってますので、もしイベント好きな方、遊び好きな方がいらっしゃれば一緒に遊べたら嬉しいなと思います。一番近いのだと芋煮会になると思います。東北なので。でね、今まで実は宮城に来てから、震災があってから、こう海側っていうのはちょっと敬遠していたというか、なかなか来るのが勇気いるなって思ってた場所なんですけど、まあこういう機会でね、また海に来ることができて、貴重な経験させてもらってるなって思います。はい、東北の何か力になりたいなって思ったのも、私が中越大きい地震で地元の柏崎がこうやられたりとかして、なんかそういうのもいろいろあって、私が今宮城にいる理由でもあるんですけど、なんかこうやってね、また今はすごい美しい海でね、血も涙も全部吸ってもそれでも青色なんで、またなんかやっていけたらなって思うんですけど、でもやっぱ綺麗な海ですよね。で、今はこういう感じで宮城の海も綺麗になって整備されてますけど、せっかくなのでちょっと景色を映して帰りたいなって思います。というわけで今回も最後までお付き合いいただきありがとうございます。はい、よかったらね、チャンネル登録とお友達なんかとシェアしていただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。いいねボタンお忘れなく。いつもありがとうございます。ではでは、バイバーイ。さあさあ、仙台に向けて帰りたいと思います。さあ出発進行。おうおう、帰ります。仙台の街並みっていうんですか、なかなか私も仙台に住んでるんですけど、こっちの海沿いにまで来る機会ってあんまりないので、ちょっとどんな感じかをお伝えできたらいいなって思います。次回お会いしましょう。バイバイ。